遊漁っていうのはちょっと聞き慣れないかもしれないですね。遊漁って書くんですけど、遊漁と読みます。インドの聖人たちがかつて人生を4つに分けました。学生期、学ぶ時期ですね。そしてその次は過重期というのがあります。まあ、働き盛りの一番、家族を作って家を作って、あるいは人によってはビジネスを起こしたりして、でその後定年退職を迎えたりすると、今度は林中期って林に住むという時期が来ます。実はもう林中期ってかつて本にもなってるんですけども、なんか人生を考えた時、この最後の遊漁っていうのが一番自由になって面白い時期なんじゃないか。まあ、インドの聖人たちはどちらかというと死の準備って考えてるんですけど、鎌田は遊びゆくってその通りに考えて一番自由になってみたらどうかなと思ったんですけど、若い人たちにもなんか少し遊びゆくっていうテイストを持ってもらったり、今働き盛りで一生懸命論解してる人たちにもなんか遊業のテイストを持ってもらうと人生が面白くなったり、ビジネスが成功したりするような例をこの遊業を生きるっていう本の中に書きました。いやー、この本2年もかかったんですよ。書き直して書き直して、まあ、20回ぐらい書き直したと思うんですけどね。それは自分自身が壁にぶつかって人生に悩んでて、俺はどうやって生きていったらいいのかなって思いがあったんですね。最後のご奉公ということで北海道の山の中の診療所行こうかなとか、沖縄の離島へ行こうかなとかって考えてたんです。でもなんか遊業、あそうか、遊び行くか、人生最後なんかもう怖いものないんだから、もっと日本中の役に立つようなことした方がいいのかなと思って、地域包括ケア研究所っていうのを若い人たちと作りました。そしてその本別という今北海道の地域へ毎月毎月通って、その地域ごとこう町ごと元気にするような事業を始めたんですね。でこういろんなところからも声がかかり出してきて、なんか外国にももちろん行くようになりしまして、まあなんかこの遊業を生きるっていうことを書いて、遊業ということを頭の中に入れるようになってから、なんかとても元気になりました。この本の中の言葉、124の言葉があるんですけども、その中で、まあ、鎌田の言葉があったり、まあ、例えば、脱皮できない蛇は滅びるとか、まあそのいろんな作家の言葉だとかあるんですけど、僕は自分で書いた、まあ、遊業が人生を輝してくれるっていう言葉は、いや人生輝かしてくれるんですよ。実はこの本の中に寝たきりになっても遊業はできるって、まあなんか障害のない人たちだけが自由なっていうことでは決してなくて、ロックディン症候群っていう脳梗塞でもとっても大変な、手足4本全部動かなくて、喋ることもできなくて、 目だけちょっとだけ追えるっていう、まあ、かなり辛い人がいるんですね。でその人の往診に行った時に、壁になんか、ああ飽きた、寝たきりに飽きた、どうしようって書いてあって、あ種田山頭火じゃないかって思ったんです。その横に張り紙してあって、パイン、味噌汁、アンパン、せんべい、甘酒、レーズン、何度も読み返してるうちに、なんか自由律の俳句のように思えたんですね。で僕が山頭火だなって言ったら、この寝たきりの男性とその支えている奥さんが涙をポロポロと出して、あやっと分かってくれる人が来たって思って、その後ですよ、この本が出たっていうのを知って、その方は何十冊も買ってくれて、昔の大学時代の友達なんかに送って、俺は今動けないけど心は自由だって僕は書いたんだけど、それが嬉しくて嬉しくて、寝たきりでも遊業はできる、自由なんだっていうことを友達にこの本を通して伝えてるっていうことを、聞きました。
ました。本の力はとても大きいですよね。言葉は人生を変えます。そしていい人生にはいい言葉が生まれる、言葉にこだわった有用を生きる、ぜひ読んでいただければと。